こんにちは、アトピークラブレナーです。今日は私のアトピーの経験を少しお話ししたいと思います。アトピーは方法さえ間違えなければ改善できると私は思っているんです、なぜなら私も重度のアトピーだったんですけど、アトピー改善することができました。でアトピーにこうステロイドや保湿剤などの塗り薬は使いません。で薬を使わないで体質改善をしていきます。で元は私も赤ちゃんの時からアトピーで、で、中学生の高校受験の時にですね、顔にアトピーが出てきて、それでステロイドを使い始めました。多分ニキビ1個出ただけでもすごく嫌なんですけど、アトピーってなったらもう本当に絶望的な気持ちで、でステロイドを使い出しました。当然お医者さんに行ってステロイド処方されて、で塗るんですけど、塗ってもまたアトピー出てくるんですね。なのでまたお医者さんに行って、今度はさらに強いステロイドをもらって塗るんですよ。でそれをどんどん繰り返していくうちに、どんどんステロイドも強くなって、で最終的にはお医者さんにこれ以上強いステロイドないって言われたんです。でお医者さんにも見放されたと思って、じゃステロイド以外のアトピーを治すね、改善する方法ないのかなって調べた時にレノアと出会ったんです。でレノアの体質改善方法をしてアトピーを改善することができました。で私のアトピーが一番ひどかった時の写真がこちらです。で今とこの顔の皮膚の色を比べるとわかると思うんですけど、アトピーひどかった時は赤くてちょっとくすんでる黒いドス黒い感じの皮膚の色をしてます。でなんかよく見ると口の周りがこう切れてたり裂けてるんですね。してこの肌も突っ張ってて動かせないし、で口も痛いからうまく喋れないし、でこの時目一生懸命、ね、写真撮るから閉じてるんですけど、普段はここのまぶたのところも切れてて痛いし開かないし、でむくんでるから、むくんでて皮膚も突っ張ってるので目もしっかり開けれないし、しっかり閉じれないし、で私が夜寝てる時は目は半開きで寝てました。なので私の母親がすごいびっくりしてたのを今でも覚えてます。でこんなにむくみがあるんですね。でそれがどんどん改善していきます。これが1年半後の写真です。でさっきの写真の時は18歳なんですけど、これ19歳の時ですね。だいぶ白身、まだね切れてるんですけど、だいぶ白くなってむくみも取れてきました。でそれがで、さらにこれが半年後ですね、20歳の時です。こんな風に笑えるまでに改善しました。でそれから4、5年経つんですけれども、今顔も全然アトピー出て再発してないです。でこんな風に体質を改善することによってアトピーが改善します。で、アトピーってこう排泄なんですね。体に溜まった老廃物を排泄してるだけなんです。なので尿便整理を整えてあげることによってアトピーの改善も進んでいきます。さらに詳しいアトピー改善方法はレノアのアトピークラブレノアのホームページを見ていただいたり、動画を見ていただければわかると思います。